こんにちは向田邦子作「夜中のバラより」「ベルギーぼんやり旅行」「七色ビール編」の4回目最終回をお送りします。内木フランキーの女将さんはかなり色っぽかったが、あとはドキンとするような美女には出会わなかった。 殿方の目から見たらまた別かもしれないがベルギーの女は色気よりも実で勝負をしているように見える前の章で書いたブルージュのクロイスというレストランの女主も美人だったが触れなば落ちんではなく触ったらカチンと音がしそうな硬い色気だったお愛想もいいのだが世話に女房的で ご一緒した A 記者がタバコを頼むと「あなたは吸い過ぎですよ」と言って売ってくれないといった塩梅である「その代わり掃除の行き届いていることといったらない」「飛行機がブリュッセル空港に着陸する前に私は窓から下を見た三角定規で線を引いてもこうは行くまいと思えるほど きちんと区分された畑が並んでいた空港からの道にもゴミ一つ落ちていなかったおいしいおいしいでビールをいただくと当然行くべきところへ通う回数も多くなるその度に私は感心していたいろいろなところで拝借をしたがどれも驚くほど清潔であった 朝早くホテルを出て町を散歩したベルギーは平べったい国だと書いたが面白いことにブリュッセルの町は緩やかな坂の町であるまだ人気のない坂の石畳を何かしら白いものが流れていく白い泡は洗剤であった一人の中年婦人が 自分の家の前の石畳を洗剤で洗っているのである。石畳は中世そのままの馬車が滑らぬように作られた石を埋め込んだゴツゴツしたものである。何百年かの歳月で石はすり減りピカピカに光っている。それをもっと光らせようとしているのだ。 この国の女はきっと身持ちがいいのだろうなと思ったそういえばベギンホフと呼ばれるこの国の修道院には修道場だけでなく普通の家の女たちも入ることができたという十字軍で夫が出征した後妻たちは自分の家を出て修道院に住み夫の帰りを待っていた 妻たちの敵は家の外より内にあったということかもしれないこの時の手仕事が後にベルギー名物となったレース編みだったというのだからお見事である修道士はビールを作り女はレースを編む私は中世のおこぼれを頂戴しながらぽっかりと抜けている ヨーロッパの中世史を勉強してみようかなという気になった。これで、向田国古作、ベルギーボンヤリ旅行、七色ビール編は終了です。ありがとうございました。